高松競輪場高松競輪場は、香川県高松市福岡町一丁目にある競輪場。施設所有及び主催は、高松市。競技実施は、夜間、西日本地区本部中四国支部。高松競輪場は1950年に開設された。記念競輪は、玉も配走破線の名称で開催されており、近年まで、毎年5月に開催されていたが、 ここ数年は2月付近に開催されている。マスコットキャラクターは、チーターの、チータカで、それにちなみ記念競輪2日目の優秀競争は、チータカカップとして行われている。また開催廃止となった観音寺競輪場で行われていた、吉田美廃が2013年より、東場に移動して開催されている。過去には1982年、 1991年に、オールスター競輪、2000年、2004年に、共同通信社配競輪、2002年に、西大座戦、2009年には、東西大座戦が、2014年には、読売新聞社配全日本選抜競輪が、2017年には、初めてのウィナーズカップがそれぞれ開催された。2004年8月31日未明。 台風16号による高潮が発生。これにより、競輪場のバンク及び事務所が浸水した。これは解説依頼発の出来事である。またこの日の場外発売は中止された。トータリゼータシステムは、日本ベンダーネットを採用している。場内に、手打ちのサヌキうどんを出している店があることで有名。2004年3月17日から、 四国経輪インターネットライブを開始し、動画実況を配信していたが2010年11月2日に終了した。開設してから70年が経過し、施設老朽化、建物の耐震問題と売上額の減少もあり、損廃問題が議論されたが、市民へのアンケートで半数近くが存続を希望したことなどもあり、存続することとなった。今後は、 ナイター設備の設置など、施設改修を行い、2021年以降で、ミッドナイト競輪を開催する意向である。また、2020年は、コビッド1 9の影響で4月から7月まで、開催を休止したことで経営が悪化したことを受け、2021年度より、車検の販売や宣伝、広告選手宿舎の運営など競輪業務を、民間委託する方針を決め、 プロポーザル方式で年内にも運営会社を決定することとなった。その後、同年度より株式会社チャリロトに民間委託されることになった。2012年12月25日からの開催より、シゲ式投票にあたるチャリロトが発売される。なお高松は、奈良競輪場、玉野競輪場、高知競輪場、広島競輪場とキャリーオーバーを共有する。 グループ C としての発売となり、キャリーオーバーの大障害である、チャリロトさんは、高松の開催では発売されない、400メートルバンクを採用している。かつて333メートルバンクだったものを、回収した名残で、カントがきついのが特徴。一節4日完成開催となった、2002年4月、以降の歴代記念競輪優勝者を歴記。ありがとうございます。